係の、一問一答とかいろいろ作ってきたんですけど、風が吹いて倒れちゃう。はい、お疲れ様です。トミーです。ですね、これはちょっと撮り終わったんで、先ほど動画をお届けしましたんで、ぼやき動画でございます。はい、ここからは見たい方だけで、まあ、見たくない方は、いいと思いますんで、先ほど、告知動画の方は最後案内させてもらったので、もういいかなと思ってます。はい、まあ何ですかね、まあ、なんていうか、肌の、先ほど、まあ、今回化粧水について案内をさせてもらって、まあ、美肌というか、まあ、いろいろ、まあ、特に女性の方とかはやっぱり、肌に気を使ってる、ね、方多いと思うし、まあ、男性陣もね、やっぱり今令和の時代になってきて、どんどんこう美に対する意識が高まってきてるなっていうのは個人的にすごく感じますね。私が思う、何ですかね、こう美肌学というか、まあ、今までの経験も踏まえてちょっと、まあ、余談なんで、これはね、ぼやき動画になるんで、まあ、見たい方だけで見てもらえればと思います。一応医学的根拠はないんですけど、まあ、自分の実体験からしてね、私の実体験で、見てもらえればと思うんですけど、はい。何ですかね、美肌って、作るのって、いろいろ化粧水だったりとか、クリーム塗ったりとか、あとはそうですね、まあ、ヒアルロン酸注射とかね、いろいろあると思うんですけど、私が個人的に結構意識してるのは、肌が綺麗な人をとにかく見まくるっていうことですね。これ結構私は意識してました。はい、まあ、私の肌が綺麗かどうかっていうのはちょっと別問題なんですけど、まあでも同年代の人よりはちょっと若く見られたりとか、まあこれ全然自慢でも何でもないんですけど、そういう時もあったりしますね、結構。はい、やっぱ20代、そうですね、後半ぐらいから、こう、美肌に関しては結構意識高く、持つようになったのがあってですね、結構アイドルの人とかが言われてるのは、やっぱり自分が、よりも綺麗な人とか、美意識高い人をしっかりこう見ること、で、そこにこうね、寄せていくというか、自分を、ちょっとスピリチュアル的な話になってしまうかもしれないんですけど、やっぱミラーニューロンっていう言葉があると思って、人はこう鏡っていう風に言うと思うんですね。で、心もね、やっぱ鏡だと思いますし、体に関して、特に肌についても、やっぱり、鏡として、ずっとこう自分と接するというか、肌が綺麗な人と接してると自分の肌も若返っていくような、まあ、これ科学的根拠があるかどうか分かんないんですけど、すごく感じますね。私結構その好きなバンドマンの人とか、すごい肌が綺麗な人とかはよく見るようにしてますね。その人に近づきたいっていう思いもあるし、まあ、化粧水とかも気は使ってるんですけど、あと食事、睡眠、運動ですね。この3つのバランスはやっぱりすごく大事だと思うんで、いくら化粧水とか塗りたぐったとしても、食事、睡眠、運動のバランスが良くないと、やっぱり生活習慣から来ると思うんで、やっぱこの3つのバランスですね。はい。まあ、特に睡眠と、あと、まあ、運動ですかね。やっぱり、しっかりと、こう、デトックス、汗を流すことも、美肌においては重要だと思うし、あとは睡眠ですね。はい。自分に適した睡眠をとること。これ、先日のナチュラルビューティースタイリスト検定の講座で、睡眠をまず取り上げさせてもらったんですけど、それはやっぱり美肌といってもですね、やっぱり睡眠が足りてないとどうしても目にクマができたりとかしますし、それファンデーションで隠すとかね、いろいろ方法あると思うんですけど、まあそもそもそれただ隠してるだけなので、やっぱり自分自身に合った睡眠時間をしっかり確保できるかっていうところが、やっぱり体の内側から作っていかないと、どっかでね、こうボロが出るというか、いうことあると思うんで、まあ、睡眠時間難しい人もいると思うんですけど、やっぱり、自分の体は一体何時間寝れば、回復するのかっていうのをしっかりと分かっておいた方がいいかなと思います。はい。あと食事については、
まあ、これもやっぱりすごく大事だと思うんですけど、やっぱ自分の体に合ったものを食べるっていうことですね。はい。で、結構こうマッスルトレーナーの方とかこうフィットネスの、教えるトレーナーの方とかから話聞くには、やっぱその食べなきゃいけないものもあるし、食べちゃいけないものも当然あるんですけど、やっぱり時と場合によって別に害があるというか、別にその脂っこいもの食べてもいいし、食べ過ぎが良くないだけであって、やっぱ結局やっぱバランスだと思うんですよね。バランス感覚が、まあ、運動もそうなんだと思うんですけど、まあ、とにかくバランスよく食事を、取るかっていうことがやっぱ大事だと思いますね。まあ、当たり前のことは言ってるんですけど、まあ、食事においてもバランスだし、運動においても適度な運動というかバランスが必要かと思いますね。私は結構今職場まで自宅から30分ぐらい朝歩いて行ってるんですけど、まあ、そういったことも、結構健康にかなり関与してるなと思います。やっぱ車で行くのと歩いて行くのとではやっぱ毎日の積み重ねですごい差が出てくると思うんで、やっぱ車で行くとね、やっぱり結構こう運動不足になるんですけど、歩いて毎日行ってるとすごく体は軽い気がしますね。そこは実感がめちゃくちゃあります。はい。先ほどちょっと話に戻りますが、美肌に関するこうミラーニューロンのお話ですね。はい、言えてないです。ミラーニューロンですね。特に私もそのすごい高い、美容の器具を使ってたりとか化粧水を使ってるわけでは全然ないんですけど、やっぱり自分の心が動くこととかワクワクすることとか、あとすごく綺麗な人をまあ、見ることですね。そこにどれだけ自分が近づきたいと思うかっていうね、こう写し鏡というか、そこに自分のこうモデルとなる人をしっかり持って、その人がやってること、まあ、サプリとか、飲んでたりとか運動されてるようなら同じように運動してみるとか、自分がモデルとする人をまあ見続けること、追い続けることがやっぱなんだかんだ言って一番こう若返りアンチエイジングには適してるんじゃないかと個人的にはなんか思ってたりしますね。で、やっぱりそれが一番じゃないのかな。なんか自然とね、その老けるっていうことってやっぱりこう老けた人を見るとやっぱり自分もそれに寄っていっちゃうんだと思うんですね。なのでできるだけ若々しい人と周りに若々しい人を置くというか、若々しい人とつるむことがやっぱり自分が若返る秘訣なんじゃないかなというね。まあ、これは多分ね、世界広しだと思うんで、医学的に証明しようとしてる人がたくさんいると思うんで、論文とかも多分あると思うんですけど、やっぱりそこじゃないのかなと思います。はい。なんで今回まあそのこの化粧水ね、紹介させてもらったんですけど、これも使っていただきながらですね、しっかり若々しい人をモデリングして、見てほしいなと思います。はい。私もすごく意識してますし、若々しい人と一緒に過ごすっていうことをね、やっていってほしいなと思いますね。はい。まあ今回ぼやきなんで、それが正しいかどうかはさておいて、はい。まあぜひね、アロマハーブを使って健康的に、または、自分自身の、美をこう追い求めていくというか、これ男性女性問わずね、しっかりと、自分自身の、美の気づき方っていうのを確立してほしいなというのが、最終的なゴールですかね。まあまあまあ、女性とかはね、本当に美意識すごく高いと思うんで、当然ね、美に対するこう、永遠のテーマだと思うんですけど、自分自身のやっぱ体型も人によって違うし、自分の何ですかね、体型も違うし体質も違うし、姿形も当然違うし、自分に合った美容というか、そういうのが絶対あると思うんで、そういった追求をしてほしいなと思いますね。はい。まあ、医薬品とか化粧水とかに、まあ、高価なものを使えばいいっていうもんでもやっぱ私はないと思うんで、自分自身に合ったものを取り入れて、なおかつ、より自分が、綺麗になっていくというか健康的になっていく、独自の
パターンというか、そういうのを追い求めてほしいなと思います。その一環として、私がお伝えしているハーブやアロマがあると思いますんで、まあ、ただただ香りがいいとかね、そういう部分もまあいいんですけど、そういった浅い部分じゃなくて、もっともっと薬学的というか医学的な部分も踏まえて、しっかりこう知識をつけて自分の、健康に生かしてほしいなと思います。やっぱりライフスタイルって一概にね、一朝一夕に変わらないと思うんで、少しでもなんかこうハーブとかねアロマを自分の生活に取り入れることができれば、長い目で見ると、健康とか、美に違いが出てくると思いますんで、全くやっていない人とねやってる人ではやっぱり、長年のこの積み重ねによって、はい、肌もそうだし変わってくると思いますんで、はい、まあ、ぜひ、長い道のりを、はい、まあ、トミーと一緒にですね歩んでもらえれば嬉しいなと思います。はい、あなたの美を、どこまでもサポートしていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。私も、美に対するこだわりは常に、今後も、意識高く精進していきたいと思いますので、一緒にね、綺麗になっていってほしいなと思います。はい、まあ、ぜひ女性のみならず男性も、美男子、ウェルカムでございますので、よろしくお願いいたします。ウェルカム、もう本当にウェルカムなんで、そうですね、本当になかなかね、やっぱりこうこの業界、女性がほとんど割合を占めてるんですけど、もう男性の方もね、我こそはという方は、美男子お待ちしておりますんで、よろしくお願いいたします。はい、それではまたお会いしましょう。バイバイ。